アスキアムハンマド一世トゥレは、アスキアーサー、損害帝国の君主。ソニン家族の出身で、シラシ族のトゥレを祖先に持つ。読み書きはできないながらも、温和な性格で、先見性を持つ経験なイスラム教徒だと、伝えられている。アスキアムハンマド一世は、スーダン西部のフータ、トロ地方の出身で、損害の軍事指揮官、政治改革者として活躍した。称号の、 アスキアは軍隊の階級に由来する。戦王を排して即位したアスキアムハンマド一世は国力の増強に不信し、西アフリカ市場に残る大国を作り上げた。アスキアムハンマドの地世に損害帝国の半とは最大になり、ハウサランドの下のスーダン西部の中央地域が帝国の支配下に入る。アスキアムハンマドは権力の基盤を都市部に置き、 厳格なイスラム教徒として振る舞った。彼の知性の損害では、ヨーロッパ・アジアとの貿易の急速な促進、多数の学校の建設が起こり、国家の体制には、イスラム教が不可欠なものになっていた。アスキア・ムハンマドの敷いた政策によって、損害帝国に前例のない文化復興がもたらされ、帝国は、学術と交易の中心地として繁栄した。 1500年頃の損害帝国の支配領域1492年に損害をスンニアリが没した後、彼の後を継いだ息子のスンニバルはイスラームへのキエを拒否する声明を出した。都市部のイスラム教徒は自分たちが保持する権力の喪失、公益での損失を恐れ、スンニアリ敗下の将軍、ムハンマド・トゥレを要して反乱を起こす。ムハンマド・トゥレは、 スンニバルの信仰の拒否を大義名分として、彼に戦いを挑んだ。1493年に、ガオ近郊のアンハオデムハンマドと彼の弟ウマル、コムディアーゴは、スンニバルを破って即位し、後世では、アスキアムハンマド、アスキア大王として知られるようになる。1494年、96年、アスキアムハンマドは800人の騎兵隊と多数の、ウラマー。 30万ディナールの大金を携えて、メッカ巡礼に出発する。カイロで、アルイコールアズハル大学の大学者スユーティーから、当地の助言を受け、メッカで現地のシャリーフから、スーダンのカリフの称号を授与された。スーダンからの巡礼者のために供する土地を獲得し、イスラム世界から支配の正当性を認められた、アスキアムハンマドは損害に帰国する。帰国後、アスキアムハンマドは、 イスラームの教義に沿った法制度と慣習の整備に取り掛かった。即位したアスキアムハンマドは、北アフリカの学者マギーリーの助言に従い、イスラームによる中央集権化を試み、税制改革や官僚制の整備を実施した。イスラームの教えに基づいた改革を推進する一方、宮廷の儀式に関わる問題では、非イスラム教徒の感情に配慮し、旧来の儀礼が保持された。 アスキア朝は、旧来の有力家系出身者以外にも、東洋の門戸を開き、才能のある人間は統治官に寄与された。スンニ王朝を打倒して成立した政権の正当性を補強するため、アスキアムハンマドは、トンブクトゥのウラマーとの関係を深め、トンブクトゥの科学、イスラーム諸学の黄金時代を、アスキアムハンマドはウラマーに、恩給、物品を授与して、敬意を表し、 学問の発展に寄与した。アスキアムハンマドは、スニアリの政治改革、領土拡張政策を継承し、さらに発展させていった。スーダン西部の中央地域は損害によって統一され、東方のハウサ諸王国を支配下に組み込んだ。アスキアムハンマドもスニアリと同じく侵入者と戦うことを運命づけられ、1505年にボルグを攻撃した。1512年に、 アスキアムハンマドはディアラ人攻撃の指揮をとってマシナとザラを占領し、ウマルはディアラ人に協力して損害の支配に抵抗するフラニ人を破った。遠征が成功を収めた後もアスキアムハンマドはさらに西に軍を派遣し、フータトロのデニアンケビトを攻撃した。帝国南部のバリバ人、モシ人、ドゴン人に対しての遠征も行われたが、失敗に終わる。 アスキアムハンマドの地下では新たな州の設置とともにスニアリ時代の役人は王の副線に過ぎ替えられすべてのイスラム都市にカーディが配置された。また、村外が戦争で獲得した奴隷には農地が与えられ開発の促進のために農産物に課す税は軽減された。アスキアムハンマドは交易の振興に注力しカーディを通した。 公正な小取引の実現を試みる。規則が遵守されているかどうかを監視するために、多くの市場監視人が置かれ、正確な計量機器が導入された。公益の利益を確保するためにハウサランド北方のアイルによるトゥアレグを砂漠に追いやり、アイルに植民都市を建設した。植民都市の建設に伴って、多くの損害人がアガデスの古代市場とその周辺に定住し、 彼らの子孫も長くこの地に住み続ける。1528年にアスキアムハンマドは失明し、長男のムーサーをはじめとする息子たちによって廃位された。アスキアムハンマドが失脚した後、王位をめぐる争いのために損害帝国は混乱に陥る。ありがとうございます。